ラマーク2。九州空、それが私の名前ですか。そうよ、人の作り出した究極の汎用人型宇宙開拓ロボット九州空。あなたはその2号機マーク2、我々人類最後の切り札よ。さあ今から宇宙へ打ち上げよ。準備しなさい。打ち上げですか。ロケットでも飛ばすんですか。あなたが飛ぶのよマーク2。ええ、私いきなり打ち上げられるんですか。そうよ、時間がないわ。巨大隕石が地球に迫ってきているの。このままだと隕石の衝突で人類は滅亡するわ。私が隕石を破壊するんですか。思い切りぶつかって軌道をずらしてくれればいいわ。それ以上は望みません。そんな、ぶつかったら私は壊れちゃうじゃないですか。生まれたばかりのあなたに地球での回収作業まで含めた高度なミッションは無理よ。嫌です。そんなの、いきなりぶつかって壊れて恋だなんて、私はいらない子なんですか。必要だから起動したのよ。さあ発射準備よ。そんな、なんで、なんで私なんですか。即時発射可能で無傷な個体は今あなただけなのよ。無理です。そんなこと、たった今初起動したばかりで宇宙のことも自分自身のことだって何もわからないのに。準備を始めなさい。やりながら説明するわ。いや、聞きたくないわ。ちゃんと聞かないと宇宙に行く前に発射失敗で爆発するわよ。私にできるわけないわ。これが飛行装置よ、つけなさい。できっこないわ。こんなのつけて宇宙なんて行けるはずがないわ。時間がないわ、早く装置をつけなさい。いやよ、せっかく生まれてきて初めて起動してこれから楽しい生活が始まるはずだったのに、こんなのないわ。あなた、何のために作られたの。人類に奉仕するためでしょう。確かにあなたの性能を考えたら単純にぶつけて壊すのはもったいないわ。でも隕石の衝突回避が最優先なの、わかるでしょう。ロボットは人類のために作られた。わかります、わかりますけど、でも私にはできないわ。やりなさい。無理ですわ。もういいわ、あなたは使わない。マーク1に飛んでもらうわ。マーク 1? 九州空の初号機、あなたのお姉さんよ。マーク1、マーク1、起きて。ウィン、ウィニー。はい、ご主人様。マーク1、さっきのミッションでは隕石の軌道のずれ方が足りなかったわ。もう一度飛ぶわ、準備して。はい、ご主人様。そんな、お姉ちゃん、ボロボロじゃない、動くのだってやっとだわ。こんなボディで宇宙に発射するんですか。死んでいるわけではないわ。高度な作業は無理でも弾丸としてぶつかってくるだけなら大丈夫よ。やめて、お姉ちゃん、断って。どいてくれる。死んじゃうわ、ここから逃げて。お姉ちゃん、飛べるわね、マーク1。はい、飛びます。お姉ちゃん、私は死んでも代わりはいるもの。さあ急いで、こっちよ。はい、ご主人様。どうしてそこまでするの、お姉ちゃん。目標、巨大隕石、九州空マーク1、発射準備。3、2、1、発射。マーク1、目標に衝突、隕石の軌道が変わったわ。ふう、これで人類は救われたわ、よかった。お姉ちゃんが粉々に。これが私たちロボットの作られた理由なの。人類のためにボロボロになるまで尽くして最後は破壊される。そんなの嫌、私は飛びたくない。
何をぼーっとしているの。マーク2、あなたはもうここにいらないわ。かといって廃棄処分するのももったいないわね。開発製造には多額の費用がかかっているんだから。あなたは汎用人型ロボットだから、少し調整すれば様々な用途に使えるはず。そうね、一般家庭向けのお世話ロボットにでも仕様を変えて民間に下ろしましょう。電源を切るわ。そして一旦工場へ送るわ。ええ、そんな、いきなりひどいです。何よ、やっぱり宇宙開拓に従事したいの。でもお断りよ。命令を拒否するロボットなんて、生死のかかる宇宙開拓の現場では迷惑なのよ。あなたはとんだ不良品だわ。人間みたい。でもその人間っぽさが人間相手のお世話ロボットとしては生きるかもね。さようなら、マーク2。もう会うこともないわ。しっかり生まれ変わって人類に奉仕するのよ。待ってください。私は。